エージェントアルシア、あなたに任務を与えます。巫女リリアーナをこの教皇庁までエスコートするのです。これは重要な任務ですよ。くれぐれも。リリアーナ、リリアーナ、リリアーナ、ルーエンハイド、そして私。あの頃は毎日が夢のようだった。いつまでも一緒だと思っていたのに。でもこれでリリアーナに会える。お嬢さん、お怪我はありませんか？おかしい。お嬢さん、だって。もしかしてリリアーナ？私、そんなに変わった？うん。少しは大人っぽくなった。アルーシャは変わってないかな。行きましょう。リリアーナ。アルーシェ。ん？ありがとう、助けてくれて。騎士として当然のことをしただけさ。アルーシェ、怪我はない？斜陽に一人で立ち向かうだなんて。大丈夫だって。これでも騎士として修行してるんだから。相変わらず無鉄砲なんだから。そうかな。でもびっくりしたわ。
本当に騎士になったんだね。ああ、今は教皇様の指令で邪妖と戦う毎日さ。でもこっちもびっくりしたよ。突然教皇様から。巫女リリアーナを教皇庁までエスコートするのですなんて言われちゃってリリアーナこそ教皇様から名前を呼ばれる巫女になるなんてすごいよ。もしかしてリリアーナは世界を救う巫女になれるんじゃないかな。まだだってのに、リリアーナを下がって。ううん、私も一緒に戦うわ。リリアーナ、私だって邪妖から世界を守る教皇庁の人間だもの。いつまでもアルーシェに守られるだけじゃない、少しでも力になりたいの。わかった、一緒に戦おう。頑張ろう。遅い。せせ、止め、くらえ。それね、それ外さないわ。えい、そこね、いいぞ。そこね、当たらないわ。そこね、お願い。せさあ、やーせや、これでいいわね。よ、遅い。せさあ、いいわね。やーせや、とやったわ。そこね、遅い。せそこね、これで全部かな。今のうちに早く。ああ、まだその力。無事でよかった。時を遅らせる力、それは体に負担がかかるんじゃ。ううん、大丈夫。強くなったのはアルーシェだけじゃないよ。私もこの力、誰かのために使いたいの。教皇庁へ急ぎましょう。あれ、さっきの襲撃で馬車の車輪が壊されてる。それじゃあここから先は歩きだね。ああ、行こう。
なあ、暗くなっちゃったね。あ、ホタルだ。綺麗。ああ。でも急がないと。夜は邪妖の時間だから。邪妖のせいでこういう景色あまり見られなくなったよね。夜が危険で出歩けなくなったから。あれは？ねえアルシェ、来て。あ、ちょっとどこに行くんだよ。こっちよ。危ないってリリアーナ。ここ星降りの丘に似てない？ああ、学園の裏の。そういえば似てる。見てある。星降りの丘で流れ星を見るたびに祈ってたの。この世界がいつまでも優しいものでありますようにって。ねえ、覚えてる？学園で一緒だったこと。一緒に美味しいものを食べたり、一緒に湖を見に行ったり。この任務が終わったら、昔過ごした町にユールルムに連れて行って。うん、約束だ。リリア、やっぱり変わってない。リリア、それじゃあ教皇庁まで急ごっか。任務を終わらせてユーラルムへ行こう。護衛は私めにお任せあれ。あるったら。さてと、教皇庁はあっちの方だな。これって、
当ててみせ、飛べ、当ててみせ、飛べ、譲れないね、遅い、やーそこね、飛べ、いえ、やった、へ遅い、へそこね、くらえ、へこれで遅い、はへこんな飛べ、当たらないわ、外さないね、へだ遅い、はあそこね、やった、へ飛べ、見せる、当ててみせる、やった、当たらないわ、外さないわ、はせ、や飛べ、遅い、外さないわ、そうね、へへ危ない、危ない、危ない、へ離れた、やそこね、さあさ、いいわね、嘘だろ、ねえ、ひょっとして…この先が教皇庁だよ。リリア、どうしたの？ううん、なんでもないの。
行きましょう。きっと教皇様がお待ちかねだわ。エージェントアルーシェ、よく任務を果たしました。あなたを聖騎士に任命します。妖魔月の女王が姿を現しました。このままではこの世界を夜が支配し、誰も目覚めることがない終わりが来てしまう。教皇様、私がその月の女王を倒すのですか？人間が叶う相手ではありません。私たち教皇庁はこれまで月の女王が現れるたびに時の花嫁を捧げ、その力を封印してきました。エージェントアルーシェ、あなたに聖騎士として最初の任務を与えます。妖魔月の女王のもとへ時の花嫁を捧げ封印するのです。巫女リリアーナ、あなたは時の花嫁に選ばれました。歴代の聖女たちに匹敵する力を持っている。私たちはそう判断したのです。私がいれば世界は救われる。昨日怖い夢を見たの。恐ろしいものがやってくるけど、私は逃げられない。それを受け入れるのが私の運命だって。何があってもリリアを守るよ。約束だ。ルーエンハイド、なぜ教皇庁から姿を消した？こうなることが分かっていた。ルルド教団に来るんだ。ロエルジリス様にリリアーナを預けよう。教皇庁を裏切ったのか？時間がないんだ。力ずくでも引っ張っていくぞ。教皇庁は闇に落ちようとしている。私は世界に光をもたらす光の戦士となる。社用か？もう来たか。ある、リリアを守るんだ。リリアを連れて逃げるんだ。あいつらはリリアを奪いに来た。ルーエも一緒に行こう。どこへ行こうというのだ、我が花嫁。月の女王。何？リリアーナをどうするつもりだ？まだ足らぬ。まだその時ではない。何のことだ？だが
お前が死の味を知りたいのなら、それもいいだろう。すまないな、光の戦士様。バカ、そんなこと言ってる場合か。初代聖女は妖魔の長である夜の君を倒しました。しかしその時に世界に撒き散らされた青い血に触れた者は夜にうごめく邪妖となってしまったのです。以来この地は夜を奪われた夜のない国となりました。私たち教皇庁はこの世界の均衡を守り抜いてきたのです。一刻も早く時の花嫁を捧げなくてはなりません。ああ、時の花嫁を捧げてはいけません。時の花嫁の力を得た月の女王は永遠の夜をもたらす力を手に入れてしまう。永遠の夜、それは全てが夢の中に包まれ誰も目覚めることのない常世の世界。残念だがその痛みは消えない。これから血の渇きに苦しむことになるだろう。